久保さん、今回、気持ちの、も、気持ち、もつ、もつっていうにしましょうか。もつ。もつ。<laughs> あんま出てこないな。<laughs> まあ、あの、久保さんの動画が終わった後ね、ニュースが流れて、安倍さんのね、あの死に対しての,そのあ、今回、や の事件に関してのニュースがバーって流れてたんですけどもあの僕木を見てるとねあのなんか雷かなんかで分かんないですが台風でこう折れた木があるんですよ桜の木だったかななんかもう折れてるんですけど折れた木からまた枝が生えてね で、桜の花を咲かせた、咲かせてた木があって、すげえな、みたいな生命力すごいな、っていうで。人間って、まあ、心臓止まったら終わりじゃないですか。木って、持ってますよね。何を持ってるかっていうと、まあ、上に伸びてるんだけども、上が折れたとしても根っこがまだあるんですよね。だ,だから、また枝を生やすことができると思うんですよ。でも人間って、 もう何もないですよね。<laughs> そう、なんか切って見えるところもすごいんだけども、見えないところもすごいっていう。うん、だ人間なんて愚かなものですよね。だからまあ、人間ができることって、あの、気持ちを持つっていう、うん。それぐらいなんじゃないですかね。か気持ちも持てないんだったら、 うん、まああのね窪さんのねあのコンピューターのねそのアニメの話あれもちょっと興味深いですよねまあロジカル的に考えると、うん、どうなんだっていうとこなんだけども人間には感情があってっていうでもその感情が結局は人を滅ぼしてるっていう皮肉ですよね うん、でも感情があるからこそ、人間にしか感じれないものがあるし、でもその感情が、感情がも、感情を持ってるからこそ、戦争が起こるし、うん、争いが起こるし、まあ、今回みたいな、もしその感情がなければね、あの、合理的に考えたら、その後の人生を合理的に考えたら、まあ、あの捕まった人は、 まあどうなるかわかんないですけどもまあもうもうほぼ確定ですよね人生は刑務所で一生暮らすかもしくは死刑というどちらかですよね死刑か無期懲役た多分、うんまあどういう裁判になるかわかんないですけども多分死刑か無期懲役でもまあどうなんですかねそこは、うん、でももう、うん 完全計画的な犯罪ですから、かなり重い罪が下されるのはまあ間違いないなと。だからもう、合理的に考えたら、うーん、まあ、やらないでしょうね。うん。そう。だから人間っていうのはね、難しい生き物ですね。うん。だ感情をコントロールすることも大事だし、感情を を楽しむことも大事だろうし。うーん。例えばなんだろうな。お金をかけてね。体力も使って。で、つか、で、結局疲れるみたいな。だけど、その一時のね。旅行ですよね。なんか温泉行くとか。うん。秘境の温泉行くとかね。まあ温泉行って結局移動で疲れるみたいな。<laughs> よくあるあるだと思うんですけど。温泉旅行に行きますみたいな。で、結局疲れるみたいなね。 あのゴールデンウィーク渋滞で帰ってきて疲れて帰ってくる時にね合理的に考えたらコンピューターは多分その指示いや温泉に行ってもどうせ渋滞に巻き込まれるんであの車マイカーはダメですみたいなねでも車好きな人はね運転したいし何が正しくて何が正解なのか分かんないですけどうんそうでもその 人間にとって気持ちを持つっていうのは、うん、感情を持ってるわけですから、まあそれは僕は大事なんじゃないかなと。ただ時と場合としてはしっかりとそれをコントロールしないとダメかなと思いますけどね。うん、まあでもそれも人間で、僕はあの逆境開示が好きなんですけど、開示はね、僕、開示みたいな生き方が僕結構好きなんですけど、うん、なんか、 あのカイジみたいな生き方は僕憧れます。なんかお面白いですね。うん、なんかすげえす,すげえ人間、カイジってなんか僕人間味に溢れてると思うんですよね。だけど、逆境に立った時しっかり考えるっていう。逆境に立った時はめちゃくちゃしっかり考えるんだけど、だけど、あの、なんだ、そういう一面もあるんだけども、あの、兵藤会長とティッシュの戦いがあるんですよ。 なんか、その、兵働会長。ま、あ利根川に勝ったね。兵働会長、勝負しろみたいなね。勝負しろみたいな。お前、いくらかけんだ ?1 億だみたいな。じゃあ、指をかけろみたいなね。で、会除はね、いいぞ、指、指かけてもいいぞみたいなね。で、なんかその、戦略があってね。でも、その戦略が、見破られてたわけですよ。兵働会長に。で、 最後、そのティッシュをこう引くときにね、神様みたいな。神様みたいな。もう感情にね、戦略が崩れて、思考が崩れて、神様頼むって引けないんですよね。で、会長は指を失うわけですよ。兵道会長に負けて。で、兵頭会長が、なんかあの、兵道会長の最後のセリフも好きなんですけど、お前は指を切るときに物声をしなかったと。うん、それに免じて、これを、 渡してやろうと。これが王への、お王のあれだ、みたいなね。なんか印がつけてあるっていう、兵藤会長がこう、ティッシュにそれ入れるときにこう、ぐちゅって折り目をつけたんですよね。で、カイが、なんで気づかなかったんだ、みたいなね。<laughs> なんで俺は気づかなかったんだ、あの時みたいな。勝てた、と。勝負に勝てたのに、みたいなね。もうあの、兵藤会長戦が僕結構好きですね、あれも。 うん、あれね、やっぱね、福本作品はね、僕ね、すごく、福本さんやっぱすごいなと思うんですけどね。なんかあの人間ドラマというか、なですかね、あの、あの、あのキャラクターをこう描けるっていうのはすごいなって思いますね。うん。まあ、カイジみたいな生き方面白いですよ、多分。うん、ま、あでもコンピューター的には、まあ、ないでしょうね。カイジみたいな生き方は。 いってらっしゃい。